MLB ブリュワーズ6、4ドジャース、日本時間16日、アメリカンファミリーフィールド、ドジャースの大谷翔平に、ヒアリー、とする場面が起きました。1番、DH でスタメン出場した大谷選手。5回第3打席に144キロのカットボールを捉え、ライト前へのヒットとしました。いつも通り一塁コーチとヘルメットをぶつける、ヘッドバンプ、を見せますが、 大谷選手からはいつも通りではない様子が見られました。類についた大谷選手の手元を見ると素で、走塁用の手袋をつけていませんでした。いつもは打席に入る際に右後ろのポケットに入れていますが、この日はベンチに忘れてきてしまったのか、素手の対応。牽制球にも素手で,でヘッドスライディングし気類するなど、ひやりとするプレーを見せました。ファンからも、 手から戻るから怖かった。毛が気をつけて、手袋忘れてる。などの声が上がっていました。なお6回第4打席に入った時には、右後ろのポケットに手袋は入っていました。